お前ら、放課後にこうして集められた理由、分かってんだろうな。はい？なんかしましたっけ？お前らの夏休みの課題が、まだ一つも提出されてないんだよ。おー、そういえば、完全に忘れてたぜ。一体、何ヶ月経つと思ってるんだ？おー、すいません。今週中にはもうちょい待ってくれや先生。そう言って何ヶ月も経ってんだろうかバカどもが。はい。もうお前たちは甘やかすのは終わりだ。すべての課題を提出するまで学校から帰さない。そうっすよ、一日で終わる業じゃないっすよ。知らない。従えない奴は俺の権力で退学にするだけだ。だって小島の野郎、急にどうしちまったんだよな。ほんとっすね。こんなもん何時間かかるか分かんないっすよ。くそ、めんどくせえ。あ、おいオチ、お前帰りたくねえのか。え？いや、いくら頑張ってもその量を終わらすのは無理でしょ。あ？でも小島は終わるまで返さないって言ってたぞ。言ってるだけ言ってるだけ。深夜になっても学校から返さない教師なんていませんよ。確かに学校泊まるなんて許可出るわけねえしな。ええ、先生が来るまで適当に時間を潰して、先生が来た時に頑張ったけど終わらなかったですって言えばいいんですよ。あいつ、陰キャのくせに悪知恵が働くな。よし、じゃあゲームでもやりますか。楽しくなってきたぜ。あ、そうですか。いやー、遊び疲れたな。そろそろ小島の野郎来ます。席着きますか。そうっす。よいしょ。どうだお前ら、課題は終わったか。ああ、先生、頑張ったんですけど終わらなかったです。あとは家でやる感じっすね。そうか、終わるまで返さないと言ったはずだ。学校に泊まれ。ああ、やっぱ返す気ねえじゃねえか。チキショー、明日土曜だぞ。おい、ぼっちどうなってんだよ。まあまあ、そんな焦りなさんな。何を言うかましてんだ。そうだよ、下手したら土日の休みが潰れちまうんだぞ。明日の朝になって返す気がなかったら、皆さんの親御さんや校長先生に協力してもらいましょう。あ、それで小島が折れんのか。当然、こんなことが許されるわけはありません。まあ、さすがの小島もクビにはなりたくねえだろうからな。よし、じゃあ今日は寝て明日の朝頑張ったアピールすればいいっすね。あ、そうだな。じゃあまあ寝るか。はい、うん、はい。よっしゃお前たち、課題は終わったのか。先生、おはようございます。いや、ほんとさっきまでね、必死にやってたんですよ。でも、さすがにこの量終わんなかったんで、あとは家でやってきます。何度も言わせるな、終わるまで返さない。やっぱダメか。おい、ぼっち、お前の出番だ。よいしょ。もう朝ですか。なんだ、これ以上返さないつもりだったら、皆さんの親御さんや校長先生に相談させていただきます。当然、親御さんや校長への許可は教育の一環として取ってある。ああ、マジかよ。なんだよ、やっぱ帰れねえじゃねえか。まったく、これはもう出るとこ出るしかないですね。
めろ、こっち課題やるしかねえんだよ。いえ、弁護士の先生に相談しましょう。もしくは警察の介入が必要かも。おい、お前よっぽど課題やりたくねえんだな。はい、当たり前じゃないですか。いや、確かにそりゃそうなんだけどよ、そう、弁護士がどうとかそんなこと言い出すんだったら課題やっちゃった方が楽っていうかな。そうっすね、一日頑張れば終わるかもしれないですからね。もう気合い入れてやりますか。ああ、やるしかねえよな。ああ、頑張りましょう。頑張らない。何言ってるんですか皆さん、課題なんかやっちゃいけないですよ。もう。それから俺たち3人は課題を終わらすために必死になった。その間ボッチはずっと寝ていた。よし、よく頑張ったな。帰っていいぞ。おはようございます。いや、大変でしたね。でも達成感あります。それで花山はどうした？あいつはなんか意地張ってるっていうか。先生、あいつやる気ないっすよ。どうすんすか？そうか、まあでもここで許してしまっては花山のためにならない。もう少し粘ってみるか。ぼっちの野郎どうなったっすかね。あいつも観念して終わらせたんだろ。よし、全員席に着け。ホームルームを始めるぞ。先生、あいついいんすか？原山、お前一生学校から出れないことになるけど、それでいいのか？あとは弁護士を通してください。花山、中にいるのか？Oui。 お前、一体どういうつもりだ？課題やるまで帰れないからですよ。床で寝てたら体壊しちゃいますからね。そんなもん用意する暇があるなら課題やればいいだろうがよ。そんなぼっちおかしいぞ。課題はやりません。今から寝るので静かにしてくださいね。あいつすげえな。本当に課題やりたくねえんだ。こっちが二等辺三角形だね。これが、まあ、辺の長さが同じで、まあ、角度も、まあ、こことここは等しくなると。うるさいよ、うるさいよ。はあ、人の家の前で授業すんなよ、バカ。あいつついにこの生活楽しみだしてるぞ。
ストレスでおかしくなっちゃいますよ。課題やれば帰れんだぞ。分かってますよ。でも終わらないものは終わらないんですよ。ホームルームを始める前に、美味しいですね。忍者さん。おい、原山。お前、いつまでそうやって意地張ってるつもりだ。ピーマンと一緒に。いいか、お前に嫌がらせがしたいわけじゃないんだよ。全部、お前のためなんだ。何？クソが！お前マジでクソだ！人間のゴミだよ！今さ、食事中なんだけど。クソが！ああ、手が出るぞ。クソ！先生が投げ出しちゃダメですよ。だってあいつおかしいだろ。あいつ子供なんすよ。そうっすよ、引っ込みがつかなくなってんすよ。あんな生徒は初めてだ。クソだろマジで。先生ならできますって。ぼっちを改心させてください。先生、あなたしかいないんです。まあ俺も少し大人げなかったか。さすが先生です。ウィス。授業するスペースもねえぞ。先生、言いましたよね、課題終わるまで帰れないって。ラッキー。僕は課題終わらないから一生ここに住めるわ。ここ家賃も無料ですわ。小島先生、最高。これが正方形で、まあ、角度が90度。一緒になるんだけども、うぜえ。僕んちの家の前ですから、静かにしてください。寝ますから。それからぼっちは数週間にわたり学校に住み着いたのであった。その間にぼっちがやった課題はゼロだった。もう課題なんてやらなくていいから帰れ。いや、先生が帰るなって言ったんでしょ。気持ち悪いな、キモいんだよ。もうさっさと帰れ。課題やってませんよ。いいから帰れ、頼む。